おはようございます。今日のですね、ヤコブのブリーフをさせていただきます。今日も奥の代行と一緒にやらせてもらいます。まず日米の貿易協定です。で求めていた資料がですね、単なる議事録の形でしか来ませんでした。でこれいくつもポイントがあるんですけども、このライトハイザーさんはですね、自動車の関税についてはこれからだと言ってるわけで、合意をしたことがですね、日米で全く違うっていうのはありえないですね。そして農業については TPP 以下だと言っていましたけども、政府側も含めてですね、とんでもない悪影響があるとしか思えないです。しかしそうでない証拠を示せということを言って、持ち帰りになったわけですが、2日経っても3日経っても出てこない、出てきたのは今までの答弁を羅列したものであったということが分かったわけです。で現時点で、この協定の正当性、我が国の国益、国民の利益、今申し上げたような農業者をはじめとする人たち、あるいは自動車産業をはじめとする人たち、あるいは情報産業、まあ、いろんな、そのが広いわけですけど、そこに対して、我が国が勝ったと、ウィンの部分が全く見えてこない。あれば言うでしょう。新商工会に言う政権ですから。で、この状況で、彼らは賛成しようとしている。採決を言ってきたみたいですから。そのことが明らかになりました。で、今日理事会で、今後の質疑について決めることになりますけども、とても採決できるような状況ではなく、TPP の時に比べても全く審議時間は足りませんので、今日安住委員長とですね、話し合って、このあと与野国を申し入れようじゃないかということになりました。で、これ皆さんどう思われますか？ここから先は私の考え方ですけど、どうもそのアメリカの方で、この間5月でしたか、訪米した時に聞いた向こうの様子はですね、もうトランプさんの、その通り英語を翻訳したままを言いますと、傍若無人なこの会議の状況を、我が日本は頭をすくめて、首相をはじめみんなですね、じーっとなんか怖い先生に呼びつけられた生徒のように聞いているんだと。で、頭を引っ込めて、その矛先が日本から外れるのをずっと待ってると、そんな交渉ですよとおっしゃった人がいました。それで交渉って言わないでしょ。日本に帰ってきたらですね、長い答弁を、身のない答弁をしてますけども、それが現実だとするんだったら、来年は大統領選挙もあるんですから、ここは留保しといて、もっと有利な条件で再交渉したらどうだと思いますね。議会の側はですね、これ自民党、公明党の諸君にこの場を借りて心から呼びかけるんですが、こんな日本に不利な協定をですね、ここで採決するより、いや議会が通らないからっていうことで留保しといたらどうかと、この場を借りて呼びかけさせていただきます。これが1点目。それから2点目の桜を見る会、出るわ出るわ新たな証拠が出てきていますけれども、これは何かっていうと、公金を使った大量な後援会に対する利益供与ではないかという思いで、今日ヤコブで一致したのは、
総理にこれご説明いただかないと、まあ、内閣とか何とかで分からんですね。で、名簿の保存期限についても昨日、答えることができずに持ち帰ったわけです。で、昼までにですね、私のところに、内閣府、総務省と文科省と違ってましたね。文科省や総務省は10年だったわけです。で、内装で多分取りまとめてるんだと思うんですけども、その取りまとめの規定と、それから保存の規定を持ってきてくださいと。まあ、昨日出されたやつでももう1年ってなってますからね。彼らが1年未満で廃棄したっていうのは、もっと別のものでしたね。発送状とかそんなもんだったんじゃないかなって思ってますので、その辺を確認して、で、徹底的にですね、戦っていく。もう早速、先ほど申し上げましたけども、発信力の強い人を使って、もうこの問題を収束させようと、躍起になってますね。スピンコントロールっていうんですけども、そのスピンコントロールなどもう耳に貸さず、あと民主党政権がどうだったとかいう人もいますよね。だったらどうぞ民主党政権で出していただいて、比べていただいて、でもそれ国会答弁と違うでしょ。民主党政権の時が出るということは名簿があったってことでしょ。もう徹底的に戦うんだということを安住委員長の方から方針が示され、これ通常国会でもですね、しっかりと一国会だけじゃなくてずっと徹底的に追及している。なぜかというと、公益の私物化であるだけじゃなくて、公職選挙法、政治資金規正法、そこに著しく違反している、そういう恐れの強い事案であるからであります。で、したがってもうこれで最後ですけども、予算委員会の集中審議を求める。で、ここも私と安住委員長でですね、自民党国会と話し合ってみたいというふうに考えます。私の方から以上です。僕の方伝えこう。どうぞ、予測を。皆さん、どうぞ、ここでいい。桜を見るから気持ちを発言しましたが、各省にあるか、総務省なんかも内規で明確に残っていますから、これ分かりにくいんですけど、法律があって、その下に政令があって、政令で A 点については10年と書いてあるんです。それを受けて、各省が省令として10年と書いてあるんですね。で、各省はそれは A 点の10年だったので、読めるということで全部10年でした。でも一人内閣府だけはですね、違うんです。違う解釈でして、これおかしいんじゃないですか。解釈は多分違わないんですよ。規則の一番下のところ、別のところを言ってるんだと。で、その A 点に当たらないって言ってます。だから A 点が10に当たるんだとすれば10にしよう。政令で縛りがつって、A 点に当たらないって言ってるんです。それは昨日答弁した。とか当たるんだとしたら10年しない。ですよね。だからその解釈で勝手にこれに当たらないって言ってる。そうなんです。いや、その多分これは各省この政令の規定、A 点また表彰の授与、また複雑のための決裁文書や伝達の文書は10年保存しろっていうのは大元にあるんです。そうですね。で、それを受けて各省はこれに該当すると言って全部10年だと残しているんですけど、内閣府はだからここに当たるとしたら10年保存しなきゃいけないんです。だからここにもし知ってないとしたら法律なんて、政令違反になっちゃいます。だからこれに当たらないっていう何らかの理屈を言ってるんだっていうことです。まあそこをちょっと今日昼来た時に詰めたい。どういう理屈でこれに当たらないかっていうことを、もしこれに当たるんだとすれば法律違反になるし、だってあれでしょ、その皇居で行う30年のやつ、うん、ね、桜を見るからそうじゃないんだって、なんかそういうふうに言わないと、内閣は自分で作った法律に反していることということであります。ではここでちょっと
どうぞ。